大相撲秋場所、13日目、20日、東京・両国国技館。頸椎、頸椎、椎間板ヘルニアで秋場所3日目から休場中の関脇貴景勝、28イコール常盤山、が20日、現役引退することが分かった。師匠の常盤山親方、元小結高見杉、が、この日午後に、日本相撲協会に貴景勝の引退届を提出したことを明かした。写真 子供を抱く貴景勝と雪夫人右時は山親方は11日目の夜に貴景勝からお話ししたいことがあるのでと連絡があり部屋に来た部屋であって引退させていただきますと伝えてきたとやり取りを明かしたどう親方はよくやりましたと老をねぎらっていた引退会見は早ければ14日目の21日にも行われる予定 今後は年寄り、港川を襲名し、常盤山部屋の部屋付き親方として行進を指導する。貴景勝は14年秋場所で初土俵を踏み、16年夏場所で十両、17年初場所で幕内に昇進、18年九州場所に小結びで幕内初優勝、19年夏に大関昇進、月き押しを武器に通算4度、支配を抱いた。 角の先場所で5勝10敗に終わり通算30場所在位した大関から5年ぶりに転落今場所10勝以上の特例による1場所での大関復帰を目指したが初日から2連敗3日目に頸椎頸椎椎間板ヘルニアで3週間程度の安静加量を要する見込みとして休場し大関復帰は消滅していた